レンフェ100系はレンフェの高速列車アベニュー用に導入されたスペイン初の動力集中方式の高速鉄道車両である。フランス国鉄の TGV で運用されているオットーロンティック編成をベースにアルストムで製造されている。編成は両端2両の動力車と中間8両の連接客車で構成され、動力車1両の定格出力は4 4 0 0ットである。 信号、保安装置は心臓当初から、リン不要の ASF-A200 と LZB を装備しているが、2004年より、ヨーロッパ共通規格のアートムズが設置されるようになった。また、スペイン特有の夏季の高温機構を考慮して、搭載機器の冷却システムの能力を向上している。ほか、客室内装と合わせて、TGV オットロンティック編成と細部の仕様は、異なる。 24編成発注され、1991年から1993年に、かけて18編成を受領している。残り6編成は、アルストムの納入遅れの保証等で、使用変更され、後期在来線区間を運行する、ユーロメット用101系として受領された。第15編成は試験走行において、当時のスペインの列車最高速度記録である。 時速3 5 6 8トルを樹立した。100系は通常マドリードセビリア高速鉄道線に投入されており、北東回路にはパルゴベースの客車が投入されている。北東回路での使用も考慮して、パンタグラフの交換やアートムズの搭載も順次進められている。導入開始から15年以上が経過したことから、車両の更新工事も進められている。 2013年12月15日より TGV ベースで直流区間も走行できる本系列を使用したアベニューのフランス直通列車の運行を開始した。マドリードあるいはバルセロナからフランスのリヨン、トゥールーズあるいはマルセイユまで各1往復ずつ乗り入れる。逆にフランスの TGV も1日に往復パリからバルセロナまで乗り入れ運行を開始した。オサの影都市。 パリ・バルセロナ間の直通 TGV15 日から運行開始。レスポンス2014年1月2日閲覧。ありがとうございます。